どこにあの電子部品があるの？電子部品が入ってるから、これ部品がなくなったら終わりだって聞いたけど、電子部品は基本的にこのカバーの中にあります。そこにあるの？この脇、あと反対側。電子部品って何なの？あ、言うなればき、あの変な基板が入ってる。あとはあの細かい部品で、うん、例えばこの左右に曲がるときに出す、ああウィンカーあるじゃないですか。これがあのピカピカ点滅しますよね。その点滅させてるのはフラッシャーユニットという部品があるんですけど、そういうのが入ってます。フラッシャーユニット、はい、それがもう交換できないんだ。いや、うちは在庫が山のようには取ってあるんで、まだその在庫があるうちは交換はできます。ただ致命的な基板が致命的になるわけ。一番致命的です。今のあの新しい方の基板と大きさが違うんで、つかないんですよね。ああ、そうなんだ、はい、あとはあのそのあの部品でバラすことができない部品。そうか、ここに入ってるのか、はい、両脇にへえ。あとはちょうどここの、うん、ちょうどここら辺の脇なんかについてる、うん、例えば、なんだエンジンかけるときに使う、うん、セルモーターとか、うんうん、ああいうなんかもあの中の部品がダメになってくると、それがなくなった時に修理が効かなくなる。あの結局中にそのモーターを回してる制御の装置が入ってるんですけど、うん、それがダメになってくると ね、部品がなくなったりしてくる場合もあります。あの赤い方の昔のやつはそういうのが全くついてないんだ。ほとんど、まあはっきり言ってないって言えばないんですよね。ただ実際この方で今使っていただいてるのとほぼ同じぐらいの装備です、向こうは。なのでまああのまあランクから言えば下の方の方のランクになるので、その電子部品が ついてない分ね、なので故障は少なくはなってます。で、あの今一応この機械でこの燃料系が故障しちゃってるんですよ。でこの燃料系はもう部品がないんで修理ができないんですね。なるほどね、はい、センサーというかあの可変抵抗なんですよ。あ、でその可変抵抗がパンクしちゃってるんです。可変抵抗器がダメなんだ、はい、なのでエンジンかけるとこうクンと上がったりクンと送ったり。なるほどね、うん、真ん中とかでの量とかで止まるっていうのがないんです。できなくなっちゃってる。でそれもこの、なんだ燃料系の内側に基板がついてて、その基板についてる可変抵抗とかダメになっちゃってるので、うん、ああ、はい、そっか。でそれも基板だけが交換できればいいんですけど、もうないんですよね。上げ下げの油圧、これは、はい、油圧です。これもそういう電子部品で制御されてるんですか？いえ、これは電子部品ではありません。あ、これは電子部品じゃないんだ。はい、じゃあ動かなくはないんだ。ただこのちょうどここの中に、うん、あのこの油圧を上げ下げしてるピストンが入ってるんですね、うんうんうん、でそのピストンにバックアップリングっていうリングがついてるんですけど、うん、そのリングが故障、言うなればあの後ろのロータリーを上げたままでエンジンを止めとくとか、うん、そういうことするとあのずっと袖に重みがかかるので、はい、やっぱりあの変摩耗を起こします。でそういう風になってきて油が中であの漏れるようになってくると自然落下を起こすようになります。でその自然落下が起きてきた時にそのバックアップリングを交換すれば治るんですけど、そのリングがなくなったりしてると交換ができなくなりますから。できなくなるね。でそれがあの少しの漏れであれば影響はほとんどないんです。エンジンかけてる間は常にポンプが回りますから。ただその中で漏れてくる量が多くなってくるとエンジンをかけてあっても自然落下を起こすようになります。言うなれば唸ってる最中にだんだん深くなるんです。ああ、そして急にクッて上がってまた深くなる。言うなればこう斜めに、そうなんだ、うん、でなので基本的にトラクターとかの作業機はエンジンを止めるときは地面につけて止めてくださいと言われてるんです。なるほどな、はい、そこの油圧のシールがじゃあ壊れるとこれもうない、修理不能の可能性もあります。ああ、そうなんだ、はい、じゃあこっちの方がかえって重要なんだ、電子部品より。いや、電子部品の方がいつ故障になるかわかんないです。新しいから大丈夫じゃないので、電子部品は。電子部品で動かなくなるって何があるわけ？例えばエンジンがかからなくなるとか。あ、もうエンジンかからないんだ。はい、もちろんありますよ、それだって。あ、そうなん、はい、それとか、あとはこういう軽機は動かないよね。軽機は動かない、まあ、こちらのタコメーターに関しては、うん、
あの電気部品でやってるものではないので、この頃は。そうか、うん、なのでワイヤーがダメになるとかそういう時はなりますけど。あ、もうエンジンがかからないのか。はい、かからない。もちろんこのキーの方のね、うん、鍵の方のがダメになった場合、そういう、もうそういう不具合も出てきます。そうなんだ、はい、ただキーボックスはまだ在庫あったような気がするんですよね。なのであのボックスごと交換だったらば直せるかなと。まあ、基本的にバラして中身を交換っていうのはほとんどこういうのはないんですけどね。単純にさ、だってエンジンが動いてさ、はい、油圧が動いてさって思うけど、はい、まだよくわかんないな、素人には。電子部品の、うん、そこ関連付けがよくわかってないな。あ、まあ、あのこの頃の方ではそんなに多くはないです、うん、実際向こうの新しい方の場合は多くあっちはね、はい、例えば複雑になるよね、うん、あの、うん、ボタンで動くものとかってあるじゃないですか。あ、ただこれなんかもさ、スイッチを入れるだけとか、うん、そうしますと電気が流れて、うん、後ろの作業機の中の自動が効く、うん、その自動が効くものに関しては基本的に基板を必ず通ってやりますから。そうかそうか。この中に自動ってあります？これには自動はないです。ないよね、はい、この頃はほぼ全部手動なんで。そうだよね、はい、じゃあ動かなくなる可能性っていうのはあれか、基板が動かなくなったと、壊れたとしても、うん、はい、完全にダメってことじゃないか。エンジンさえかかってくれれば。そっか、はい、ほぼ大丈夫。ただまあ言うならこういうケーキなんか動かなくなって、気にしないよって言われればそのままで使えます。そうだよね、あ、なるほどな。じゃあエンジンさえかかればってことだ、はい、大丈夫なんだ、はい、基本はね。そうですね。あとシールが、油圧シールがおかしくなければ、はい、それからあとはそのミッションなんかの、うん、あのまあ、いわゆるこのタイヤの付け根についてるオイルシールとかね、オイルシールね、そういうのでオイルが持ってきたりとか、うん、そういうのが起きてなければ基本的には問題はないです。なるほどね。ただあの油漏れ等々になった場合にそのオイルシールも、うん、一般で売ってるオイルシールを使ってるものであれば治るんですけど、うん、特殊なもの、この機械に合わせて特殊に作ったもの、依頼して加工したものとかっていう特殊部品になるとそれがなくなる。それはないやね、はい、もうその時作ったものしかない、合わないもんね。 そういうことなんです。でこれ後ろのタイヤがその特殊なシールなんです。あ、そうなん、はい。これこの TL 型は、いや全部、あ、全部あのクボタでもヤンマーでも全てそうです。全部その機種によるんだ、はい、ああ。